石川慎吾、ロッテに来たぞ。噂は松本今度、吉井さんええな。吉井監督とは、日本ハム時代にコーチと選手の関係だった。挨拶一つにしても、挨拶だけで終わるんじゃなくて、何か一言会話をしてくれる印象。選手たちの表情だったり、コーチの方への接し方を見ていると、非常に良い雰囲気の中で野球ができているんだと印象を受けましたと話した。日本ハム時代の同期だった松本剛、噂は、今度の3人には石川から報告。吉井さん、ええなと言っていましたと指揮官と笑顔で見つめ合った。監督ガチャあたり。やっぱこういう話するんだな。今度はロッテにしておけばよかったとか思ってんのかな。さすがに50億もらえて、キャリアハイ残せる本拠地やし、不満なんかないやろ。上司が変な奴の代わりに富、名声、力を手に入れたからな。東本は、今度クラスには何も言えない小物やから今度は伸び伸びやれてるやろ。もらえる金が全然違うから、それはない。新庄から逃げることができた今度は、羨ましがるな。まるで、巨人と、ハムと、バンクの監督が良くないみたいじゃないか。よく立浪と比較されるけど、新庄も大概だよな。実績なくても使ってくれるから、実力不足の若手からは、疲れてるやろ。中堅以上はお察しやけど。吉井はガチで有能やしな、あの戦力で勝てるのがすごい。あの戦力なら慎吾もそのうち、クリーンナップ打てるやろ。レフト石川、ライトポランコ、が見れるのか。皆さんは、石川選手の発言どう思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。